はい、というわけで本日はアンチエイジング老化予防のために絶対やってはいけないこと5選でございます。よいしょ。私はただいま43歳でございます。よくコメント欄でもいただきますのが、見た目よりめちゃくちゃ若いですねとか、昔から全然変わらないですねとか、そういったことを言っていただけるわけですよ。常に若くいたいというのは誰もが思うことでございます。私も特別に何かを行っているという意識はないんですけれども、今までの経験上ですね、こういうことは避けてきたな、こういうことをやっているなというのを皆さんにシェアさせていただいて、参考にしていただけたらと思います。今年でですね、筋トレ歴も27年目ぐらいになるんですけれども、筋トレでもできるだけ限界まで追い込んで、かなりハードなトレーニングをやって、そして大会に出るために食事制限もする、栄養不足にもなる、こういった体に負担をかけ続けてはいるんですけれども、そんな中でもなかなか老化していないということは、何かヒントがあるんじゃないかなと思いますので、参考にしていただきたいと思います。全然難しいことやっておりません。例えばね、アンチエイジングのためにすごい高級なエステに通ってるとか、とんでもない高いサプリメントをたくさん取っているとか、特別なものを食べている、そういったことはないんですよ。ということは皆さんにも絶対できますよということがたくさんありますので、参考にしてください。アンチエイジング老化予防のためにですね、2つに分けてお話ししたいと思います。1つは表面から、そしてもう1つは内面から、この2つをテーマに話していきたいと思います。例えば表面で言いますと、皮膚とか肌、シミ、シワ、たるみとか、そういったことですね。内面、こちらの方もですね、ただね、外側からねケアだけすれば肌は綺麗なのか、アンチエイジングできるのか、そういうことでもございませんので、この2つのテーマを軸にお話していきたいと思います。というわけで、表面からについて3選、そして内面からについては3選、合わせて6選でいきたいと思います。あ、そうか、最初僕5選ですって言いましたよね。6選だ、僕は6選だ、僕は5選って言ったと思う、だが6選だ。さあ、表面から内面からの3つずつ、こちらです。ドン。まずは表面の3つをドンと開けちゃいたいと思います。開けちゃいたいと思います。ドン。はい、上から日焼け、乾燥、摩擦、まずはこの3つなんですけれども、この3つを過剰にされている方というのは、表面すなわち肌とか皮膚の老化促進することになりますので、気をつけなければいけません。まずは一番上の日焼けからいきましょうか。こちらは紫外線についてでございます。 UVA というのはですね、曇りでも地表に到達する、ガラスを通過する、そして肌の真皮まで侵入するということになっております。 UVB はですね、表面細胞や DNA を傷つけるなど大きなダメージ、赤く炎症したり黒いシミの原因になると。この2つを比べると、 UVB の方が UVA よりもやや強い刺激を肌に与えるということになっております。紫外線というのは夏の間にはすごく強いというのは分かると思うんですけども、実は気をつけてほしいのは、5月ぐらいからもかなり紫外線は強くなっておりますので、もう4月の中旬ぐらいからですね、10月の中旬ぐらいまではかなり気をつけないといけなくなっております。そしてボディービルとかフィジークとか大会に出る方で、タンニングマシーン、日焼けするマシーンに入る方も多いと思うんですけれども、タンニングマシーンというのは強い UVB じゃなくて、弱い方の UVA をライトから出すようになっているので、害なく褐色の肌が手に入るということが謳い文句なんですけども、やはりですね、肌にね紫外線が入って炎症なんかが起きて、そこで体の防御反応ということでメラニン色素が増えていくということになりますので、全く害なく褐色の肌が手に入るかって言ったらそうではないと思いますので、タンニングマシーンも入りすぎて無害で褐色の肌が手に入るということではございませんので、気をつけなければいけないということも言えます。肌ではですね、紫外線を受けるとコラーゲンがどんどん分解されていくっていうのがありますので、ある程度適量はいいんですけれども、浴びすぎないようにというのは非常に重要になってきます。太陽に浴びるというのはですね、肌皮膚でですね、ビタミン D を合成して作ってくれるという健康効果もありますので、全く全ての紫外線をカットするっていうわけではないですけれども、紫外線の強い時期にですね、野外に長時間いる場合はですね、長袖を着たりとか帽子をかぶったり、サングラスをしたり、クリームを塗ったり、予防対策は必要になると思います。そして2つ目は乾燥についてです。皮膚というのは乾燥に非常に弱いようになっておりますので、特に冬場から春先にかけて乾燥する時期というのは、とにかく保湿が必要になります。そしてお風呂上がり、石鹸でね、体を洗ったり顔を洗ったりした後は顔の油分も取れておりますので、必ず保湿が必要になります。男性は意外とそんなのめんどくさいということで、化粧水とかクリームとか塗らない方も多いと思うんですけれども、お風呂上がりや洗顔後というのは必ず化粧水で保水をして、必要だったらクリームまで塗るというのを忘れない
ないようにやってほしいと思います。僕はちなみにですね、もう15歳ぐらいの時から化粧水を使ってました。僕らぐらいの年代で周りの同級生で中学生ぐらいから化粧水を使ってるっていうのはなかなかいなかったと思うんですけども、別に高級なものではなくですね、ただ保湿するっていう意味で化粧水僕は使っておりました。そして感想でもう一つ気になるのが、しっかりと水分取っていますかということですね。しっかりと水分を取っていないと当然肌や皮膚にも水分が回ってくる量が減るということになります。特にですね、体内の中では内臓とか重要な部分に水分というのを優先的に送り込みますので、肌皮膚というのは水分が枯渇すると後回しにもなったりしますので、十分に水分を取らないといけません。さらにはアルコールとかカフェイン、こういったものを大量に取りますと利尿作用もありますので、アルコールやカフェインを取った後というのは水分補給もしっかりするということが言えます。ボディビルやフィジークの競技に出る方で大会前に水抜きとか塩抜きをされる方いらっしゃると思うんですけども、その時ね、結構唇が乾燥したり皮膚の下の水分がかなり減ってきたっていうのが分かると思うんですよ。こういった短期間だけやるというのはやむを得ずしょうがない部分あると思いますけれども、普段からですね、水分不足が日常化しておりますと皮膚のですね、水分量が低下してしまいますので、乾燥して肌皮膚にもダメージがありますので、水分補給は十分行うことをお勧めいたします。そして3つ目の摩擦でございます。皮膚というのは主に3つの層に分かれております。表皮、真皮、皮下組織ですね。この表皮というのが一番上の角質層って言われる部分でございますね。よくエステなんかで赤すりとかピーリングとか言いまして、上の角質層の古くなった部分だけを剥がして新しい新陳代謝を促すということでやられてる方多いと思うんですけども、この肌皮膚というのは本当にね、精密にできておりますし、この部分をですね、強い摩擦でこすったり薬品をつけて薄くしたりするとかなり負担になりますので、摩擦、間違った肌のケアというのは十分気をつけないといけないと思います。まずはこの3つのケアは最低限必要だということを頭に入れていきたい。まずはこの3つのね、ケアをするということは最低限必要になってきますので頭に入れていただきたいと思います。さあ、それでは内面についてですね、こちらも3つあります。上から1つずつ開けていきましょう。えい、まずは腸です。腸内環境を整えるというのは健康はもちろんですけども、肌皮膚にも十分影響いたしますので大切になってきます。例えばですね、あれを食べてはいけない、これを食べてはいけない、いろんな制限があります。しかしそれと一気にやるっていうのは非常に難しいと思いますので、簡単なこと2つだけ、これだけは守ってくださいというのがあります。1つ目はよく噛んで食べる。みんなができることですね。まずはよく噛んで食べる。消化吸収排泄で内臓に負担がかからないということになりますので、腸内環境もですね、悪化しにくい状態になります。例えばタンパク質、脂質、糖質、これらによってですね、消化しにくいものとかいうのが個人差があると思うんですけども、よく噛んで分解しておけば消化不良が起こって悪玉菌が発生する、そのような負担が減りますので、まずは何を食べるにしてもしっかりよく噛んでゆっくり食べるというのを心がけてください。そしてもう一つは冷やさないでございます。冷たいものとかをね、食べたり飲んだりして体が冷えると腸の動き、働きも悪くなります。そしたらね、しっかりと働けない分、大切な栄養を吸収することができずに、さらにうまく働くことができずに、また悪玉菌が増えてね、腸内環境悪くなる、そういったことも考えられますので、まずはこの2つですね、よく噛んで食べるのと腸、お腹を冷やさない、これだけでもね、十分変わってくると思います。僕もですね、よく噛んで食べてお腹を冷やさないのを続けておりましたらですね、もちろんね、筋肉の張りもめちゃくちゃ良くなるんですよ。しっかりと栄養を吸収しているなっていうのもありますし、さらにはですね、肌皮膚の張りも全然違うなっていうのも分かりますので、皆さんにもめちゃくちゃおすすめの方法でございます。僕は昔から筋トレをしているので、タンパク質をちゃんと摂っていたっていうのがありますね。肌皮膚を作る成分というのはコラーゲンということになっております。コラーゲンというのもですね、タンパク質の一種なんですね。なんと人体を作るタンパク質の3分の1がコラーゲンと言われてるんですよ。肌とか皮膚はもちろんなんですけれども、筋肉、人体腱、関節、人体腱、髪の毛、血管、そして骨とか歯もコラーゲンで構成されております。骨ってね、全てカルシウムじゃないのかっていうイメージがあると思うんですけども、骨を作っている中の繊維ですね、屋台骨とでも言いましょうか、そこはね、コラーゲン、タンパク質でできてるんですね。その周りにカルシウムが張り付いているといったような感じでございます。よって体を構成しているタンパク質の3分の1がコラーゲンということで非常に重要でございます。私は常にタンパク質は十分取れた生活をやっていたということが言えます。タンパク質というのはですね、1回でドーンって取ってもなかなか全てを吸収することができませんので、こまめに分けて取ることが必要になってきます。よって肌皮膚をね、綺麗に保ちたいなと思っている方はですね、まずはタンパク質しっかりと取ってください。もちろん取りすぎる必要はございません。しかし不足していくと、それだけコラーゲンの
のね、生成にも影響しますので気をつけてください。さらにもう一つで言いますと、ビタミン C も非常に重要になってきます。コラーゲンを体内で生成するときにビタミン C というのが非常に重要な役割を果たしますので、タンパク質とビタミン C はしっかり取るということを意識しておいてください。続きまして4つ目は、ドン！血行を良くするでございます。これはね、一言で言うとまずは運動でございますね。運動することによってそこに血液が流れていきますので、栄養や酸素もしっかり運んでくれる。さらには老廃物や毒素もしっかりと体が運んでくれて処理をしてくれるということになります。多少乾燥とか紫外線を受けて肌にダメージがあったとしても、しっかりと体を動かして全身の血液の流れを良くしておけば、そこに栄養が流れてしっかり修復してくれたりということもありますので、とにかく血液の流れを、ね、良くしないといけません。それに一番もってこいなのが運動、特に筋トレでございます。そんなにね、重いものを持ってガシガシやらなければいけないわけじゃないんですよ。無理のない範囲でしっかりと筋肉を使ってあげるというのが重要になってきます。なぜ筋トレかと言いますと、筋肉をねしっかり使うことによって、筋肉の奥の方までね血液の流れがしっかり通ることによって、より多くね血液循環がね体中に回りますので、有酸素運動的なね、そういった運動ももちろんいいんですよ。でもどちらかで言うとよりおすすめなのが筋トレ、そんなにきつくない筋トレをやる。あとはね、どうしても運動ができないなという方は湯船に浸かって全身の血液の流れを良くするストレッチを行うとかいうのもおすすめでございます。さあ、そして最後の6つ目がこちらです。ドン！睡眠でございますね。若いうちはね、ちょっとぐらい寝なくても平気って大思いかもしれませんけれども、やはり睡眠っていうのは年齢に関係なく非常に重要になってきます。寝てる間にいろいろなものが回復したり成長したりっていうのが起こるわけですよ。当然筋肉も寝てる間にもタンパク質をしっかり合成して吸収して作っていくという作業も行われます。これは筋肉だけじゃないんですね。骨とか肌、皮膚も同じように寝てる間に回復というのが行われますので、睡眠がとにかく非常に重要になってきます。何日か睡眠時間が短い時が続きますと、結構毛穴が開いて戻らなくなるみたいな感じで鏡を見た時に思うことがあると思うんですけども、寝てる間にね、いろんなホルモンが分泌されて細胞もしっかり休んでリラックスして回復していくということが重要になってきます。皮膚のターンオーバーっていうのはですね、個人差はありますが約28日間だそうです。いわゆる皮下組織、真皮、表皮という風な感じでね、肌や皮膚は3つに分かれていると言いましたけれども、ここの細胞が入れ替わってどんどん新しくなってまた上の方に出てくる、この周期をターンオーバーというそうです。ターンオーバー、なん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 、これがね、個人差ありますけれども、約28日間でね、肌、皮膚が新しいものに入れ替わるそうなので、睡眠不足とかになりますと、この周期が乱れて、うまく肌とか皮膚が新しいものができてこない、老化につながっていく、弾力がなくなったり、張りがなくなったりにつながっていくということらしいので、睡眠を乱すということはですね、いろんな体の機能の回復も乱れていきますので、本当にね、睡眠っていうのは十分取る必要がございます。はい、というわけで、本日はアンチエイジング、老化予防のために絶対にやってはいけないこと6選を紹介させていただきました。本当に基本的なことですよね。できるだけね、外からの刺激を与えない、栄養をしっかりとって、軽く運動をして、しっかり寝る、もう基本的なこと、これをするだけで皆さんにとってのベストなアンチエイジング、老化予防ができると思いますので、この中から1つ2つだけでも取り入れて試しにやっていってみてください。さあ、というわけで最後は一緒に締めたいと思いますので、いきましょう。せーの、